にちは、はるです。前回間もなく釜山駅という電車の車内をイメージした超人気韓国料理食べ放題を紹介したんですが、あそことにかく混むんですよね。今回はそこに並ばなくても楽しめちゃう裏技を紹介したいと思います。それではスタート。はい、というわけで今回は前回紹介した間もなく釜山駅の2号店が新しくオープンしたということで来ました。こっちの方が全然空いてるね。空いてるね。まだ知られてなさそう。知られてないからめちゃくちゃ快適です。で、まあ、システムとかは、ね、1号店と同じなんだけど、あのイカゲームのダルゴナとかできるらしい。めっちゃやりたいそれ。で、では早速メニュー見て注文していきたいと思います。今回何食べようか。サムギョプサル。そうそう、これが前食べたやつで、辛さどうだった？あ、でも辛さちょうど良かった気がする。大丈夫だった、うん、とりあえず早くダルゴナキャラになりたい。これね、イカゲームの成功すると100円引きだって。マジか、まあ、殺されないってことか。殺されない。しても大丈夫です、殺されない。じゃあプルコギにしよっか。本当だ。グレードアップされてる。ね。温かい。お腹すいた。かわいい。チンジャオ。はい。かわいい。めっちゃかわいい。ね。大丈夫ね。これカクテルの。こっちはジュースみたいな。そうなんだ。マッコリ。美味しそうだね。めっちゃ美味しそうだね、これ。あ、こちらメイン料理がプルコギ。はい。かわいいね、からの。本当だ、かわいい。おー。おー。乾杯。乾杯。すごい怖い。ふにょってなんで。ふにょって。おいしい、シュワッとする。ちょっとビタンさも、うん、なんか1号店より辛くない気がするんだけど、気のせいかな、うん、やっぱチキン美味しいね。美味しい、うん、1号店めちゃめちゃ混んでるじゃん、うん、2号店来た方がいいよね。今から来るなら絶対2号店来た方がいい、うん。無言で食べちゃう。本当に。お腹減りすぎてやばかった。本当だ、お肉結構大きい、ね。しかも、タンミョンってその麺も入ってる。チャプチェみたいな麺なんだけど。あ、そうなん。マロニーじゃないんだ、これ。マロニーじゃない。ちょっと違うね。そう、なんか丸い。そうそう、プルコギの甘い汁がね、染みてて美味しいよ。プルコギ美味しそう。いただきます。お肉めっちゃでかい。え、これすごくない？こんな、うん、
ね、めっちゃ美味しい。うん、うんうん、もやしもすごいシャキシャキだし、お肉がっつり入ってるし、うん、麺に味も染みてて美味しいし、これはすごい。うん、おいしい、おいしいね、うん、すごい、めっちゃすごいね、これ全然痛い。え、結構硬いんだ、こんな厚みあるんだ。おー、うん、厚みあるね。え、これ多分舐めたところで相当時間かかるよ。本当だね、ちょっと舐めてみて。あ、甘い、美味しい、美味しい、これ美味しい。普通のカルメ焼きかな、うん、ね、美味しい。どうやって作ったんだろう、これね、難しそうだよね。よし、頑張ろう、頑張ろう、スタート、命をかけて。パキッていけるかな。あ、いけた、綺麗にいけた。あ、いけた、普通に。あ、取れた、まあ、もうやる気ないっていうね、普通にあれでは用事でも。あ、死にました。バキューン、向き死にました。嘘でしょ。おいしい。プチプチ、これがプチプチして美味しいね。あ、美味しそう。はい、ありがとうございます。うん、これは頼むべきだ。うん、美味しい。うん、これ前回食べれなかったやつ、すごくうま、うん。はい、というわけで新しくできた間もなく釜山駅の2号店行ってきました。ここすごい良かったね。めちゃくちゃ良かったね。広いし、うん、空いてるし、まだみんな知られてないし。ちょっとこの動画見た人はラッキーです。空いてるから。じゃあラッキーだよね。ラッキーだよね、本当に。そうそうそう、ぜひ行ってみてください。フォトブースもこっちはあるしね、うん、お花のフォトブースがあります、うん、めちゃめちゃ可愛かったね、お花のフォトブース、ね、漏れます。ぜひ撮ってみてください、はい、聞いてみてください。それでは今日も最後までご視聴ありがとうございました。よかったら2人のチャンネル登録といいねよろしくお願いします。お願いします。バイバイ。バイバーイ。